僕もあの山崎選手ね練習見たんですけど、やっぱこういうね、はい、ああいう変則的な掛け蹴りすごいミットを練習してましたね。印象としてはどうでした？やっぱりこうすごい遠い距離からこう蹴りを出してくるんで、相手からしたらやりにくいだろうなと思いましたね。今度はパンチ、左ヘッド、